値を更新している銘柄で、かつ出来高のボリュームができている、こういった銘柄に注目してみましょうということです。パカラッパカラ、皆さんこんにちは。馬ちゃんこと経済アナリスト馬渕真理子です。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えしていきます。2022年は皆様ね、たくさんのコメント欄にねメッセージいただきましたが、今年はボラティリティが高い相場になりそうだなっていう風に予想されている方がとても多いですよね。やっぱりアメリカの利上げがありますので、少しね皆様ちょっと緊張感を持って相場を見ていらっしゃるのかなと思います。そこで今日皆様にご紹介する投資手法は、高値を更新している銘柄で、かつ出来高のボリュームができている、こういった銘柄に注目してみましょうということです。実はこの投資手法は鉄板ですよね。投資歴の長い方はよくご存知かと思います。実は2015年にフィスコに、業務委託で、お世話になった時に、初めて中村さん、今の私の師匠なんですけれども、現取締役の中村さんにいろいろ投資手法を伝授していただいたのが2015年ですよね。その時に大きく2つご紹介していただきました。それがまず黒点銘柄に注目しましょうという投資手法です。これは自分なりにそこから発展させて2倍株というふうなところまで落とし込んで、書籍を発売するまでに至りました。でもう一つ教えてもらったのが、実は高値更新の銘柄を注目しましょう、毎日ウォッチしなさいっていうのが2015年に伝授していただいた投資手法なんですね。なので実はこの2つってちょっと相反する投資スタンスなんですけれども、鉄板中の鉄板なので大事だということなので、今年非常にボラティリティが高い相場の中でいろいろ循環してプロテイン銘柄が買われるタイミングもあれば、一方で高値を追っていくような強い銘柄が好まれるようなシーンがあったり、循環すると思うんですよね。なので対極にあるこの投資手法についてもお伝えしたいと思います。後ほどですね、この高値更新と出来高急増の過去事例を用いて、こんな風に株価が動くんだよって事例をご紹介したいと思います。でちょっと冒頭この話をしますと、2015年に今この投資手法を伝授していただいて、どちらも結構ちゃんと私向き合ったんですよね。黒点銘柄に関しては書籍にするぐらいだったので、自分なりに向き合って自分なりのさらに深掘りをすることができたんですよね。で今日お話しする高値更新のこの銘柄も、実は2年間私は高値更新の銘柄をピックアップしなさいっていうのを伝授していただいてから、本当に毎日ちゃんとやってたんですよね。約2年間向き合いました、この投資手法も。でどういう手法かというと、毎日高値更新する、昨年来高値更新する銘柄ってあるじゃないですか。高値更新した銘柄を月火水木金と5日間ちゃんとエクセルに落とし込むんですよ。でそうすると、大体例えば1日50銘柄ぐらいが平均だとすれば、5日間経てば250から300ちょっとぐらいの銘柄がエクセルに溜まるんですよね。でそれを1週間の週末に省いていくんです。後ほど見ますけれども、偽のね高値更新みたいな銘柄があったりとか、出来高が薄すぎるとか、そうですね、これ一時的な高値更新だなとか、そういったことを300銘柄の中からこう絞り込んでいく作業をしてたんですよね。で大体5日間やれば結構同じ銘柄とかも被ってくるんですよ、月火水木金なので。で、あ、この銘柄本当毎日高値更新してるなみたいなことが確認できて、高値更新している銘柄を毎日エクセルにストックして5日間貯まります。でそこである程度スクリーニングかけて落としておきます。これを4週間やれば1ヶ月じゃないですか。で1ヶ月、ストックされた中で省いていくと、だいたい20から25銘柄ぐらいまでに絞り込めるんですよね。でその後厳選の5銘柄だけを抽出しなさいっていう、指令があったので、それを2年間やってましたね。なので私なりに結構向き合った投資手法でもあります。ただそうですね、私の性格もあるんですけれども、やっぱり高値をガンガン追っていくっていうのが、やっぱり性格的にちょっとなかなか私の中で腑に落ちなかったなっていうのはあります。ただ実際これが破壊力があることも、それをもと向き合っていたので、結構それも理解しています。どちらかといえば性格的にこう損切りがあんまり得意じゃないから、下の方で買うみたいな、対極のプロテイン銘柄の方がよりこう私の中で馴染みがあって、まだ
そこまで注目されている投資手法でもなかったので、これをまあご紹介したいと思って書籍にしたんですが、一方で対局にあって強いものにさらに乗っかっていくっていう投資手法は、結構いろんなね投資家、個人投資家の方も得意とされている投資手法かなとは思いますので、今ねご覧いただいている方もすでに実践されている方もいらっしゃるかもしれませんが、この投資手法は実は鉄板なんですよね。で、今日皆様にお伝えしたいことは、やっぱりいろいろな対局にある投資手法をお伝えしていますが、いろんな投資手法があるということをまずお伝えして、その中で自分のまあ性格とか自分のこう肌感覚とかに馴染み感があるというか納得感があるところからまあスタートしたらいいのかなと思っているので、まあ、選択肢があることが実は私は投資には必要なのかなと思っているんですよね。なので無理してその投資手法をしなければならないということはないと思っています。でちょっと私なりの考えをお話しさせていただきたいんですけれども、これまでいろんなメディアでこう豊かさについて執筆をしてきました。でやっぱりこの豊かさってイコール本質的に突き詰めれば選択肢の多さだと思うんですね。こうでなければならない、これしかダメだよ、こういう人生しかダメだよって言われるととても窮屈だし生きづらい。だけれどもいろんな選択肢があって自分が馴染む選択肢を生きていいんだって言われるととても多様性があって豊かさを感じることができると思うんですよね。投資も同じでいろんな投資手法をまあ知っておくっていうのは結構大事かなと思っています。で私自身、本当にいろんなところでいろんな記事を書いてきて、結構年末に自分の記事を読み返すこともあって、すごく大事にしている記事があって、それがこのまあ豊かさに言及した記事があるんですよね。2020年6月にプレジデントで書いた記事なんですよね。年収8000万が語る年収450万円が一番幸せだという理由、なぜ人は不幸の中にいると悩むのかというタイトルで記事を書いたんですが、まあ、ここですごく今でもねここは大事にしているというか、ここで書いたことを今でも大事にしていて、ちょっとだけご紹介させてください。まあ、豊かさとか価値観の話なんですけれども、どこか私に似たあなたへ、世の中のメインの価値観から外れた生き方をしていることで勇気を失い自分を隠して生きようとしているあなたがこの記事にたどり着いているならば、決して自分の持っている感覚や価値観を恥ずべきものではないと強く信じてほしいです。今はマイノリティな自分の価値観を隠さずに生きることができる世の中になってきています。現代社会の良さは価値観が多様化し、その人その人の基準と価値で生きることができる点だと思っています。幸せの基準は自分の中にしかない、自分の価値観を他人に押し付けることは相手を不幸にするんだと、こういうふうなことをまあ執筆させていただきました。でまさにやっぱりこの幸せの基準はやっぱり自分で決めるしかないというか、自分の中にしかないと思っているんですよね。こういった考えで株式投資も見ていくと、やっぱり選択肢があった方がいいですよね。なので今日は土手の対局にあるような投資手法もご紹介していきたいと思います。でなぜこれをご紹介するかと、やっぱボラティリティが今年、まあ、利上げというものがあるので、株価の変動幅が大きくね触れる可能性があるということなんです。株価の値動きが激しくなると投資家心理はちょっと不安というか悪化していくので、よりまあいい銘柄というか強い銘柄に皆さん便乗していくような方向性になりがちだということなんですよね。これも1年間を通じてサイクルだと思うんですが、強いものが好まれる時期と、一方で底辺でね横ばっているところから回復していくような黒点銘柄が注目される時期と、こうサイクルがぐる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 回っていくと思うんです。半導体とかもそうですよね。半導体がいい時もあれば、実は経済再開の銘柄がいい時があったりとか、ぐる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 相場って回っているので、いろんなこう投資手法とか切り口を持っていると、あ、今はあの人たちの番なんだなとか、あ、今は自分が注目している切り口の番なんだなっていうことをちょっと冷静で見ることができるんですよね。でここからは昨年ですね、高値更新と出来高急増した銘柄の事例をちょっとご紹介していきたいと思います。3つご紹介していきます。フルキャストと青山財産ネットワーク、そしてビジョンです。フルキャストはこの手法で約 25% ぐらい上昇していますし、青山財産ネットワークも 33% ぐらい上昇しています。一方ビジョンは 9% ぐらい上昇しているので、このあたりの平均値、過去のねいろんなこの高値更新の銘柄のデータがあるんですけど、それを見ると 10% ぐらいでリグっておいたらいいのかなっていうふうに
思ったりしています。でまずフルキャスト見ていきましょうかね。こちらチャートを作りました、見てください。でこちらは人材関連の銘柄で、もともと日雇い派遣をしてたんですが、そこから撤退して、今はアルバイトの紹介とアルバイト給与の管理代行に事業を移しているということです。でこちらちょっとチャートを見ていきたいと思うんですが、まさにこちら年初来高値を更新している図になります。で7月6日時点で2395円をつけていたんですが、その後なかなかこうそこをブレイクできずに下落していますよね。で10月1日に2477円をつけて、大きな陽線がぐっと立っています。でこの時の出来高を見ると、非常にボリュームができているんですね。でこれが買い判断っていう風になってくるんですよね。過去の年初来高値を抜いてきて、しかも大きな陽線が立って出来高が立っている。で中身を見ていくと、実は岸田政権が総裁選で勝利して、令和版所得倍増計画というものをこの時掲げていたので、やはり人材関連に注目だっていうところで、ぐん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 株価がその後上がってきたので、テーマも合致していたんですよね。でこのまあチャートのイメージを持っていただけると、同じようなまあチャートの形式で似たようなものがいっぱい出てくるので、こんな風に年初来高値を更新して、かつ陽線がぐっと立って出来高も急増昇している、その後株価が上昇する確率が高いっていう風な投資手法なんですね。で実際にこちらは11月17日3225円まで上昇しています。およそ 20% 以上上昇してきていますが、マックスまでね取ることちょっとできないですし、この最後の方のね急角度のこの上昇ってもなかなか予想はできなかったかなとは思うんですけれども、まあ、10% ぐらいのところで利益確定しておけば十分なのかなとは思いますね。ちょっとね怖いですけどね、これをね得意とされてる方も結構いらっしゃいます。で同様にちょっと参考までにリクルートも見ておきましょうかね。この時リクルートも同じように株価が上昇して、出来高も急上昇して、そして上値更新していっていますので、やはりこの時ね人材関連の銘柄が強かったということが確認できます。さあそして青山財産ネットワークです。こちら何している会社かというと、こちらは投資家へのまあ運用とか相続、こういったところのまあコンサルティングを強みとしている会社なんですね。コロナでねやっぱり資産価値を増やした方も一部いらっしゃいますので、その方々が相談される、あるいはまあこの金融緩和によって有り余ったお金をなんとか投資に向けたいっていうところで、いろいろね相談が増えたというところで、本当に業績がそもそも良かったんですよね。この企業は実はですね、ちょっとなかなか入るタイミングが難しかったのかなとは思います。で8月頃に結構ボーンとこう窓を開けて上昇していて、出来高が一つでボーンと上がってますよね。ここが結構注目ポイントなんですけど、なかなかねここで入るのも難しかったと思います。であれよあれよとしている間にですどん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 高値を更新していき、10月に入ってようやく確信を持てたのかなっていう風な感じですね。で、まあ、8月頃の状況を見ておきますと、良い決算、高決算と、あと株式分割、こういったところを交換して株価が動き始めていたということなんですよね。で、2つ目の山ですよね。出来高が急上昇したのが10月7日頃ですので、ここで大きな陽線が立ち、出来高が本当に前回と同じぐらいまでできて、実際にここでまあ買いのサインということなんですよね。でその後11月9日に決算発表がされて、非常に決算も良かった、つまり経常利益が前期比 2.1 倍で着地しているというところで、ポーンとねまた反発して、まあ、ここから先はぐんとこう伸びていますけれども、こんな値動きなんですよね。でこちらちょっと四半期ベースとね決算も持ってきましたが、やっぱり第2四半期の段階ですかねのところで、非常に営業利益がまあもともと2億8000万円だったものが9億円にね急拡大しているところがありますので、これを見てね結構株価が急上昇していったということなので、これを確認してからまあ1000円以下でも入るタイミングはあったかと思いますが、まあたらればなのでねなかなか難しいので、まあ出来高が同じぐらいできたところで再度買いチャンスなのかなっていうふうに思っています。でこんな風にやっぱり過去事例を一応学ぶことによって、同じような場面に遭遇した時に非常に参考になるので、やっぱり過去事例って大事なんですよね。さあそして最後ビジョンになります。
こちらはですね、旅行者向けの Wi-Fi レンタル事業と企業向けウェブマーケティング支援を行っているというところなので、やっぱりこのもともとね、この旅行者向けの Wi-Fi レンタルって聞くとちょっとね、コロナでダメージ受けたのかなっていうイメージがあるかと思います。しかしですね、決算とかを見てみると、テレワークとかオンラインの需要があるので、このあたりの通信需要が結構あったということなんですよね。その他、引っ越しとか出張とか、いろんなイベント、そういったシーンにも応え続けてきたというところなので、業績が結構回復してきているということだったんです。それが発表されたのが8月10日ですね。8月10日の決算で、これまで非開示だった通期の見通しが開示されて、前期比 4.5 倍の10億円に拡大しますみたいな決算発表が行われたんですよね。で、チャートを見てみると6月14日に1305円をつけていて、なかなかその後こう株価が下落していたんですけれども、一旦この8月の決算でこうポンと伸びたんですけれども、また売られるんですよね。で、その後8月24日に国内の証券会社がレーティングを買い推奨にしたということと、リオープンですね、経済再開に向けて今の値段っていうものはちょっと低すぎるんじゃないか、割安なんじゃないかっていう風なメッセージが出て、そこから急反発しました。9月8日にはぐっとね、陽線が立ち、前の前回の高値を更新してきているわけですよね。フルキャストと同じような陽線がぐっと立ち、さらに出来高も急上昇しているというところで、こちらを見てみますと11月17日に1664円で約 9% ぐらい上昇しているので、ちょっとね 10% 未満ですけれども、それぐらいまでは上昇したということになります。ここまで事例を用いてご紹介しましたが、全てではもちろんありませんけれども、高値を更新していく銘柄っていうのはある程度上値余地があるんだよっていう風な事例になります。じゃあ実際にどうやって銘柄を探し出していくのかっていうところなんですが、私が2015年から2年間向き合った時期っていうのは、フィスコが社内で使う専属のこうプラットフォームみたいなのがあったんですね。で、そこで、スクリーニングして、昨年来高値で、4月になれば年初来高値ですけれども、それのデータを毎日毎日ダウンロードしてたんですが、ちょっとそれがなくなってしまったので、皆様もね、無料で使えるのがやっぱりカブタンさんなんですよね。で、カムタンのホームページに行ってこうちょっと下がると、こういうの欄があります。ランキング活況銘柄というものがあって、その中に昨年来高値というコーナーがあります。そこをポチッと押してください。で、4月以降になれば年初来高値になります。なので、そこを中に入っていただくと、こんな風に一部二部新興市場という風に分かれていて、その日の、昨年来高値を更新した銘柄が一覧出てくるんですね。これをピーッとコピーして Excel にダウンロードして、ストックしておくということになります。そこまでしなくても、毎日ここを眺めているだけで、今日も更新してる、この銘柄強いんだな、じゃあその強い陽線が立ってから、今無料で使えるので、ぜひこちらを活用して銘柄をね、強い銘柄をピックアップしてみてください。今年はね、本当にボラティリティがとても高いので、いろんな投資戦略を頭に入れておきながら、それを実践するしないは別として、知っておくだけで、今は自分の番じゃないんだとか、今は あの投資富豪の人たちが注目の時期なんだとか、こういうふうに冷静に見ることも必要だと思うので、いろんな、投資手法をお伝えできたらなと思っています。今は自分の投資手法がパチッと相場にはまっている時期だ。いろんな、投資手法を知っていることを、本当に客観的に少し冷静に相場を見ることができるかなと思っているので、まずは、鉄板の投資手法について今日はお伝えしていきました。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。前回の動画でチャンネル登録していただきました皆様ありがとうございます。これからも株式投資に役立つ情報を配信していきます。引き続き応援どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。